ここからは一般公開の質問です。一つ目の質問ね。はい、はい、一つ目の一般公開の質問です。デビューする上で最も役立った知識は経験はどんなことでしょうか。知識や経験デビューする上で、はい、知識としては読書だと思います。読書、はい、これは月並みなと言いますか答えで、そんなこと分かってるわいと思われるかもしれないんですけれど、自分が読者の時にする読書と小説家を目指した時にする読書と、うん、小説家になってからする読書と全部読み方が変わるんですね。同じ作品だとしても、はい、全然違います、うん、どんな風に違います？そうですね、やっぱり読み方がやっぱ変わってきますね。最初、うん、読者の時には、うん、自分の本当に思うままというか感じるままに、うん、面白かったとか怖かったとか、うん、まあ、そういう感想ですよね。ドキドキしたとか、うん、でも書き始めると、うん、あ、最初の時点で悪当店ここで売っているとか、ここで開業しているとか、うん、最初のここで主人公の紹介してるんだなとか、なんかちょっとは細かくなってきますよね、うん、それこそ起承転結って、あ、ここが大体そうなっているのかとか、あ、その、うん、章立てを見ながら、あ、なるほど、ラストこういうふうに終わってるとか、うん、でなるんですけど、で今度小説家になった後はもっと細かくなりますなる、うん、やっぱりその例えば主人公の紹介の時もそうですけれど、うん、最初は主人公の名前と職業ここで出てるなぐらいのところが、うん、今度は主人公の抱えてる悩みをここでさりげなく言っているなとか、うんうん、あの主人公に対してここで、あ、やっとその読者の感情移入したなとか、うん、だんだん細かく、それはプロになったとしてもですね、例えば新人賞取りましたっていう前と後で急に自分がプロの頭をもらうわけではないので、うん、それはもう段階的に変わっていくということなんですけれど、うん、はい、読書の仕方で、読書に教えてもらうことがすごくあります。自分はこういう視点を全く持ててなかったとか、うん、はい、こんなアイディアを思いつかなかったとか、うん、はい、なのでやっぱまあ読書と、あとは私個人で言いますと小説教室に通ったというのも大きかったです。これは鈴木先生の後輩に山村教室だね、はい、山村正之小説講座に通いまして、まあ、そこで主任講師ですとか、うん、森本先生ですとか、あとそれからゲストで、作家の先生がゲストにいらっしゃるので、まあ、その作家の先生方の話を聞いたりして、うん、すごく刺激にといいますかなりましたし、まあ、やっぱ憧れましたね、うん、その作家という職業に。もちろん小説自体も好きでしたけれども、うん、それ以上にその小説家という職業に憧れをすごく抱いて、うん、はい、であとそれに向かって書いている同士と出会ったっていうのはすごく大きかったなと思いました。まあ、あそこはほら山村圭司さんとあの横のつながりがあるからね。そうですね、だから今ではまあ、ちょっとケルンの会というふうな感じでちょっと長い名前つけているんですけど、酒井貴彦ちゃん、成田成子ちゃん、はい、三輪和音さんで、新川ホタテちゃん、千葉智子ちゃん、私と6人いますけど、これ皆同士で同じところで、まあ、プロと考えたり作品書いたりとかしていたので、うん、すごくいいですね。励まし合っていると言いますか、悩みがあるとこれ難しいねとこうねだねとか、うん、今は今度デビューした後でいろいろ今度は、はい、いろんなところで助け合ってます、はい、そしてそれこそ鈴木先生、鈴木城先生とか篠田節子先生とか、うん、上田先生、うん、はい、とかやっぱりそういう恩師と出会えたのも大きいですね。あと山口と八郎先生、うん、主任講師の先生ですけども、はい、そういう先生方と出会ったのもすごい大きいです。